皆さん、おはようございます。今日はちょっと、普段チャンネルを見てくれてる人たちに向けて、語りたいと思います。まあ、タイトルがね、無職、そしてウーバーイーツへってなってると思うんでね、そのことについて語りたいと思います。まあ、まず最初はね、まあ、これは本当に僕のチャンネルをなぜか、まあ、ありがたいことに見てくれている数名の方に向けて喋ってる感は強いですね。まあ、ありがたいことにね、僕は存在をね、分かってます。っていうのも、動画って投稿すると、毎週なんか最近、あなたのところに何名訪れましたみたいなデータが送られてくるんですよ。で、名前わかんないんですけど、あなたのところに何千名来ましたみたいな感じで、その時にアイコンがパパパって表示されるんでね、そのデータがあってんだったら毎週見るアイコンがあるんで、この人見てくれてんだなみたいな感じでね、一応僕はね、データ的には把握してますね。名前は知らないけど、アイコンは把握してます。すいません、そのアイコンの人、僕の動画今見てたらごめんって感じなんだけど、まあ、気にしないでね、今後も見てください。まあ、なぜか、ありがたいことに、僕のチャンネルを見てくれてるみたいなんでね。いや、ありがとうございます。その、近況報告的なこともしとこうかなって、思いますね。失業しまして、失業っていうか、ちょっと親族で、病気になった人がいて、で、まあ、ちょっとその親族の人と、まあ、のんびり過ごしたかったんで、一旦ね、働いてたところを辞めて、僕は実家とかその親族のところにいたんですが、それも一段落つきまして、最近仕事を探そうかなみたいな感じでね、探してるんです。で、僕のショート動画とか見てる人だったら、なんか大体そういうの把握してるかもしれないんですけど、その仕事探してて、この前ね、派遣の面接行ったんですよ。そしたら、まあね、なんかこんなにしっかり面接するんだみたいな感じですごい面接されて、で、まあ条件が合わなかったっていうのもあるんで、僕の方からもちょっとなみたいなとこもあって、で、後日断りの電話が入ってきまして、派遣の人から、僕の方とも条件が合わなかったですからねみたいな感じで、話聞いていくと、まあ、ちなみになんでですかねみたいな感じで聞いていくとね、まあ、理由の一つとして、なんか向こうは、いやー、派遣って何も考えない人がなるものだから、君は派遣に合わないよ、うちのスタッフとは合わない、みたいな感じでね、断ってたらしい。理由の一つそれらしい。まあ、それについては、僕は何も、コメントはしません。ていうか、まあ、僕もね、何も考えてない人間なんですが、そんな感じでね、断られまして、そうだって、まあ、いろいろ探してたんですけど、あんまピンとこないな、みたいな感じで。で、ウーバーイーツやってみようって。やっぱやってみたいなって実は思ってたんですよね。人生経験じゃないけど。で、いろいろ調べると個人事業主でね、なんかできるみたいなんで、今、ウーバーイーツ申請して、書類とかデータで送って、申請中です。通ってくれよって。まあ、多分通ると思うんだけど。普通に。なんか書類のアップロード、写真がぼやけてますみたいな感じで、2回ぐらい、もう1回送ってくださいみたいになって、ちょっとハラハラしてます。その、ウーバーイーツの登録も数日かかるらしいんでね、今登録待ちです。登録待ちだけど、アマゾンのブラックフライデーで、もうすでに自転車とか必要なものもろもろ買いました。これで登録できませんって言われたら、俺めちゃめちゃ困ります。まあ、その時はまだキャンセルできるからいっか。良くも悪くも、ブラックフライデーでアマゾンさんも大忙しなので、発送までまだ時間がかかります。ちょっと、まあ、それでね、待ってますね。まあ、ちょっと、ウーバーイーツってどんなもんだっていうのをね、始めたら感想喋ろうと思うんで、まあ、楽しみに待っといてください。ウーバーイーツってしんどすぎるよとか、意外になんとかなったよとかさ、感想喋るんでね、参考にしてください。
まあ待っといてください。じゃあまあ普段見ている皆さんありがとうございます。この動画いいねって思ったらいいねボタンを押してチャンネル登録しておいてください。ではまた。